こで今回の勉強会は登別産の食材や登別の土地をイメージしたものをプラスし、登別でしか味わえないアイデアにあふれた魅力満載のご当地丼を考案してください。登別牛と登別の北陵産の卵を使用した牛丼を作ってみました。でご当地ということで盛り付けをこの上の乗っかっているのが綿飴なんですけど、これをあのゴロフレ峠の展望台から眺める雲海をイメージして作ってみました。で作り方なんですけど、まあ、牛丼のタレをまず作って、登別のこの地獄谷といいますか温泉をイメージしました。ご飯の上に、塩麹漬けの、ローストポークを使っております。上には、入れ湯をイメージしました温泉卵を乗せて、こう湧き出る温泉をイメージして、周りは豊かな自然をというか。